ランスのボルドーで誕生したクランク。クランクとはフランス語で玉を打った時の擬音を意味する。天使の羽と悪魔の尻尾をモチーフにしたロゴはゴルフのゲーム性である天国と地獄の紙一重感を表現しました。上品さとスポーティーさを兼ね備えたカラーとデザインがターフの上でひときわ映える。今回クランクのウェアを身にまといラウンドするのは無類のゴルフ好き女優原文奈。テニスで日本ランキングに名前が挙がった経歴を持つスポーツ万能のモデル日野達也。そしてクランクと共に女子ツアーを戦う東ひろこプロ。今回やってきたのはギャッツビーゴルフクラブ。全ホールから富士山を望み、世界基準コースながらも初心者や女性も気軽に楽しめます。さあ今回はギャッツビーゴルフクラブまでやってきました。今回はですね、原文奈さん、そして日野達也さん、さらには今シーズン中ではありますけれども東ひろこプロにお越しいただきまして、お二人対プロの対決をしていこうということなんですよね。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんかもうずらしても気合いすぎ。シーズン中でへこましたよね。まずは1番ホールから進んでいきましょう。はい、一番最初はですね、パー5です、うん、では東プロからちょっとドライバーショット打っていただきましょう。はい、お願いします。お願いします。お願いします。風が出てきましたね。おお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 、ナイスショット。ナイスショット。素晴らしい。素晴らしいですね。シーズン中っすね。さすが。仕上がってますね。では続いて、ボケですね。パー5ですからね。セカンドね、乗せたいからな、うん。飛ばしたい。狙っていきましょう。よし、じゃあ行きます。あまり行かないで。おお、結構距離出てます。何このシーンとした距離。俺が行く。コース取りがちょっとよくわからないからこう。あのね、いいとこにあると思うよ。いい行ってみよう。行ってみよう、とりあえず。そうですね。わ、いいね。結構歩いてきましたもんね。結構前ですね。結構前ですね、これ。これ原さん、いい当たりしたらすげえチャンスだよ。いいと思いますよ。にはチャンスかなりサービスですね。サービス、本当。オッケーオッケー、フェアウェイ。あ、ちょっと。オッケーオッケー、フェアウェイ。ゴフマンでしょうが。ナイスショット。出たー。ここで出たー。ナイスショット。ナイスショット。いいよ。どんなところいいなって思いますか。まあ、ファッション性と機能性もすごい高くて。ゴルフウェアでしかできないこう色使いとかってやっぱあるじゃないですか。なんかそういうのをこ うまくこう組み合わせて、あとはこうデザインもすごく可愛いし、フランス発祥 あのブランドなので、結構エッフェル塔とかがこう、あの原さんのにもあったり、こうモチーフで入ってきたりとかするので、すごくワンポイントとかでもすごい可愛いなってすごく思いました。いや、本当そうですよね。可愛らしさと大人っぽさが両方、ね、そうですね、はい。上品さというか大人っぽい感じもあるんですけど、カジュアルで、あの可愛らしさもあって、こう両方をうまくこうバランス取れてて、すごく僕今38で、今年9の年なんですけど、ちょうど僕ドンピシャなこうスタイルのような気がするんですよね。わかります。原さんのね、ウェアも素敵ですね。爽やかですね。これもね、本当に可
可愛くて、ね、すごく通気性もいいですし、このパンツなんて軽いんですよ、すごく。すごく軽いので、なんかこう夏ちょっと暑い時にもさらっと着れるような感じですし。そういう部分でクランクさんって機能性っていかがですか？機能性はすごい抜群にいいと思います。私もどちらかというと結構神経質で、ここがなんかゴワゴワするとか、ここが硬いから振りにくいとか、そういうのなんかこうラウンド中思いたくないので、すごいそういう意味ではこうストレスなく回らせてもらってます。このマークがいいですよね。そうですね、クランクさんのね、はい、天使の羽と悪魔の尻尾、はい、両方ですね。ゴールドっぽい、ね。おー、捕まった。